前回に引き続き岡本選手内山選手のキーパーコンビでゲンゲンターン。やっぱりこのサッカーを始めたのは何歳からになります？僕は小学校2年生です。小学校2年生。隣の隣の家のお兄ちゃんがやってたんで一緒についててやらせてもらってました。僕年中だと思います。幼稚園の幼馴染と仲良かったんですけど、友達ですね、とあと兄がやったんで一緒にやりたいっていうところからです。ずっとゴールキーパーですか？僕は小学校5年生ぐらいかなからキーパー始めました。きっかけはちょっと俺まあ大きかったんで、まあ、普通にやってみたなみたいな感じで言われて、でそれがまあたまたまうまくいったんですかね。楽しかったんですよね。小学5年生で大きかったというのはどのぐらいの身長が？5年生の時ですか？いくつかやったっけな、はるか昔の話なんで。そうですね。小学校卒業する時は68ぐらい、168ぐらいだったかな。確かでかいですね。でかいよね。はい、大きいと思います。そうですね。内山選手はいつからゴールキーパー？僕も小5の夏からです。これはどなたかに言われてだと、まあ、きっかけはコーチから言ってもらってどうするっていう選択肢をもらってやりたいですって話。僕3兄弟の末っ子なんで、はい、の次男がキーパーやってて、あ、お兄さんもキーパー？あ、そうです、はい、その影響でキーパーやりたいですっていうふうに。未だにやっぱそういったあの大学までしかやってないですけど、まあ、高校だったり大学の時の兄の姿って自分の中ではヒーローなので、まあ、そこを追っかけながらです。フィールドも経験してらっしゃるからこそゴールキーパーの凄さみたいなのも自分たちがやるようになって感じられた部分っていうのもありますか？そんなに感じてないかも。本当ですか？まあよく言われますけど、ね、キーパーってすごいねみたいなことはよく言われますけど、自分たちでは多分そんなに思ってないかも。だってそれがキーパーだからそうっていう、はい、ただそれだけで。かっこいいですね。もらいました。岡本選手はお二人お子さんがいらして、はい、小学生と幼稚園と、はい、そうですね、はい、おっしゃってましたけれども、はい、パパ頑張ってとかって言われたりするじゃないですか？しますね。パパ頑張れって言ってくれますよ、子供たちは。すごく天皇杯もありましたけれども、はい、ご家族からは何かありましたか？子供たちはすごくあの頑張ったねってあの褒めてくれました。お誕生日迎えて40代になって初めての試合でしたよね。二人のこう素敵な写真も SNS にアップされてましたけど。そうですね、はい、撮ってくれたんで、はい、嬉しいです。40代でこういった公式戦ですごいっすよ。すぐだよ。すぐっすか？本当っすか？すぐやっと30代になりました。すぐだよ。あ、本当っすか？10年でしょ、はい、すぐだ。頑張ります。この後、内山選手のプロポーズ際に岡本選手大興奮。かっこよ。え、嘘でしょ。漫画の世界じゃないか。内山選手の超プライベートトークは番組後半で。 CM の後はシニアサッカーチーム佐賀紅葉クラブをご紹介します。今回のエンジョイフットボールはサッカー歴28年、ポジションはフォワードをやってます。サッカー歴41年、ボランチやってます。番組初のシニアチーム佐賀紅葉クラブをご紹介。創部およそ50年の歴史を持ち、2016年には第4回全国シニアサッカー大会で第2位に輝いた名門クラブ。ちなみにシニアサッカーとは40歳以上の選手がプレーするサッカー。佐賀紅葉クラブはオーバー40、オーバー50のシニアリーグに所属し活動しています。チーム全体でいうと40代から、上は60、70代までおられます。うちのクラブはですね、親父になってもずっとサッカーやってるサッカー大好き人間の集まりです。和気あいあいとしてますね。
終わった後の球の飲み会とかは試合中のミスとかそういったのをですね、茶化しながら楽しく飲んでおります。練習メニューは前の試合の時にあそこは良くなかったよねとかこうしたかったよねっていうのを思い返して各々みんなアイデアを出してくれるのでその中でやりたいことをやってます。勝ちにこだわりたいけどですねこの年になると、まあ、個人の力ではどうしてもできないのでなのでみんなで力を合わせてでチームワークで相手を崩して得点取ろうとで守る時もみんなで守ろうというふうにやっています。中学生からですので50年ですね、はい、子供の頃憧れた選手は誰ですか？西ドイツ大会の時のヨハン・クライフですね、はい、サッカーの魅力ですね。その、まあ、仲間との助け合いというかですね、まあ、自分がミスしても他がカバーしてくれるしそれが勝利につながった時は嬉しいですね、はい、長い人は20歳ぐらいからずっと一緒にサッカーしてますし永遠の友達はですね、はい、サッカーを通じての友達ですね。競技歴40年、ポジションはミッドフィルダーをやっております。昨年度の一応リーグ戦でチーム内での得点を取りました。得点王と言われるんですけど実際自分が何点取っているのかが多分 6点か7点かそのぐらいだと思います。もうすぐ私オーバー50になるのでオーバー50の時に全国チャンピオンを取りに行こうかなと思っております。佐賀紅葉クラブのスローガンを教えてください。怪我に気をつけて長く楽しくサッカーをやろうと思ってます。勝ちたいですけどもう年齢が来てますので一度怪我すると半年から1年復帰するのかかりますからこれから怪我にはくれぐれも気をつけてサッカー人生楽しんでください。来週は40代 VS 50代のダイレクトボレーシュート対決に挑みます。で内山選手はあの昨シーズン、はい、去年結婚されてそうです。まだまだ新婚ほやほやもう拍手ですよ。もうプロポーズ一番楽しいですよ今一番楽しいと思いますよ、はい、プロポーズもスタジアムでなさってっていうのを知った世界でも、はい、かっこよっ嬉しそうでしょ。しかも試合の後にマジでずっと思ってたんだけど、うん、いつ渡そうかなって流れてってで先輩とかに勝ったらでいいんじゃないっていう話もあってで買って今行こうよって秘書の先輩がやってくれたんで藤枝ってエキストラみたいに近いんですよ、うん、なんでこうやって渡しましたかっこよーですね。なんだそれしれっとですなんだそれ漫画の世界じゃないか、しかも試合に勝たないとできなかった。そうなんですよ勝たないとできなくて頼む勝ってくれって出てるんですよ。頼む勝って取ってくれと思いながら抑えるから勝ってくれ。もちろん答えはあその時はあのテンパったみたいでなんか受け取っておしまいでした。で家帰った時にあのごめん答えてなかったからってあのよろしくお願いしますって言ってくれたんで。あよかった。素敵ですね。いやすごいじゃないですか、はい、奥さん嬉しいですよね。絶対嬉しいと思います。思ってくれたらありがたいですね。かっこいいよ。入籍して2日で別居婚だったんで熊本あと佐賀と静岡で別居婚だったんででやっと4月の末に来てくれてます、ね、どこかお出かけもできました。佐賀の上の方って何て言いましたっけ。地域唐津の方。あそうです、ね、あ手前らへんですね。どこかその唐津らへんに行って、はい、で山道をずっとドライブしたりしてでイカを食べたり呼ぶ子手前なんか呼ぶ子で取れたイカを道の駅みたいなところで売っててくれたんで、はい、そこ食べてめっちゃ美味しいですね。びっくりしました。お子さんたちも今ゴールキーパーで頑張っている子たちもたくさんいると思うんですけれども伝えておきたい今頑張っておいたらいいよっていうことって何かあったりしますか。頑張るのは、まあ、みんな多分頑張ってるんで、まあ、すごい何をするにしてもあの楽しんでほしいなと思いますね。楽しいと多分続くし、もっとやりたくもなるだろうし、まあ、そういう楽しいっていう経験をどんどん積み重ねていってほしいですね。きっとそのトレーニング終わったり試合終わった後にもっとやっとけばよかったなって思うこと僕もやっぱ思うんででもその場その場では多分相当頑張ってるはずなんですよね。なんでなんかその頑張ってる自分に対してその肯定感じゃないですけどそれこそそのお父さんだったりお母さんその両親の方にはやっぱ一番の味方でいてあげてほしいなって。頑張ってるねとか今日これ良かったよっていうと
結構両親に言われたら、ああもっと頑張ろうって思えるんで、なんかそういった風に見守ってあげたら、より僕はそうしてもらったんでいいんじゃないかなと思います。これからも勝利へ導くセービング、よろしくお願いします。次週は内山選手と川田選手のガンガントーク、お楽しみに。ワンプレイチャレンジ。19番森谷健太郎です。僕からのワンプレイチャレンジはこれです。ポイントは最初に上に上げるときにこっちの軸足を開くんじゃなくてちょっと内側にします。跳ね上げて右足で触るときにこういう回転をかけてあげます。それをするとその後に足を回しやすくなります。森谷選手が披露したワンプレーにチャレンジしている様子をスマートフォンで撮影していただき、佐賀テレビホームページの特設サイトからどしどし投稿してください。特設サイト内のお手本動画も参考にしてくださいね。投稿してくれた動画は番組内で紹介していきますよ。みんなのチャレンジお待ちしてます。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。8月6日はアビスパ福岡戦。家族みんなでスタジアムへ応援に行こう。